これが苗ですね。これが苗です。これを植えていくんですね。今何本ぐらい植えてるんですか。あ、この現場は全部で9000本ぐらい。9000本、はい、はあ。大体ここはヘクタールあたり何本植えとかあんの、はい、ここがですね2000本なんですよ。ヘクタールあたり2000本。大体どこの現場も2500で植えるんですけど、ちょっとこう間隔が空いてるってことになるね。そうですね、はい。この苗について少しちょっと説明してもらってもいいですか。はい、ヒノキちゃんの苗ですか。ヒノキちゃんですね、はいはい、こんにちは、ヒノキです。私のやめよこれやりきれよすいません、はい、3、2、1、キュッ。ヒノキちゃんです。日本の林業の皆さん、やりきれ今から翔くんに説明してもらいます。はい、ということで苗の説明をします。逃げ方が上手だったこれがヒノキの赤ちゃんでございます。はい、パフパフということでですね、これ表と裏があります。ほう、なんとあるんですね。でもこれちょっと 見づらいんですけど、太一さんどうしましょう。どうしましょう。だからね、はい、ヒノキの表と裏の要は見分け方の話なんだけど、これはこっちが裏ですね。裏だよね、はい、これ俺もなんとなくこれが裏だって思うんだけど、全然わかんない。表面のね、葉っぱの表面のモコモコがこうを感じる方が表のように俺思うんだよね。そしてちょっとわかりづらいです、ね、わかりづらい。これとかめっちゃ一目瞭然。あー、ほんと一目瞭然だってわかる。茶色い、いや裏も茶色いな。裏はどっちが表か分かんないですけど、こっちに向かってきてる。え、違う、なんか裏のやつってここになんかこう葉っぱの裏にこう白い筋みたいなのが、うんうん、裏です。裏見て見て、ほらなんか白いじゃん、ちょっとはい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 。でなんかこう気持ち反り返ってる感じがあるけど、はいはい、裏の方ってこうちょっとへこんでて白い線が入ってるのが裏っていうイメージあるね。ですね。だからこの子の場合はこっちが表で、こっちが裏です。で植え方はこの裏表が植える時にちょっと影響する、はい、かなり重要ですね。重要だよね。一応いろいろ研究というか論文とかを読み漁った結果、どうもこの裏、基本的にはですね、この表を太陽が出るっていうか、ね、まあ南、主に南向き、このにこう向けてあげると。でもし間違えて裏を、南に向けちゃうと、うん、ヒノキをこう、ね、表をこう向けようとしてねじれちゃう、へえ、はい、あと結構枯れる率が高まるみたい。まあ一概には言えないんですけど、どうも枯れやすくなるというふうなデータも出てて。ヒノキってね、なんかそもそも、はい、まあ、杉との比較になるけど、杉と比較するとヒノキは枯れやすいってね、うん、言うもんね、うん、痩せた土地ではまあ育ちやすいの、育てやすいんですけど、植え方間違えると結構枯れちゃうっていうので、でやっぱ一本一本僕たちもやっぱまあ声をかけてというか、元気に育てようと言いながら植えてます。植えるんだね。恥ずかしいなんかでもでも、うん、そういう風にみんなにも伝えて、うんうん、一生懸命植えてくれます。なるほどね。やっぱその、はい、魂込めてですね。やっぱなんか大事なのはやっぱりちゃんと植えてこう踏み固めてあげて、うんうん、ピッて引っ張っても抜けないようにっていうのが、なるほどね、一個条件なんですよ、植えつ。それは早速ちょっと見せてほしいですね、うん、どんな感じで植えるのかっていうのもね、ポンって抜けちゃうと。ちょうどなんか苗置いてあるとこあったから、そこでちょっと実演してもらおうかな。確かに、あそこにちょうどあのサトルさんもいるし、うん、じゃちょっと見てこようかな、はい、植えてるところ。すみません、いや、トイレやってないんですちょっとお忙しいところすみません。ちょっとうちもね、ちょっとそういうのやってないんだよ。ギリギリでやってるんでね、うちも。ちょっとだけ撮影、ちょっとだけいいですか。なんかいいよ優しく優しかった。本当は映りたいのかもしれないちょっとこの、
はい、苗をですね、はい、植えるところをぜひ、はい、はい、苗を植えるコツみたいなのはあるんですか。あ、苗は、今ですね全然聞いてなかったです。前そうそうね、ごめんなさい。苗を植えるコツ、苗を植えるコツ、いや聞いてるじゃないですか。ですね、なんですか。その実演をちょっとお願いしたいんですけど。実演を、はいはい、まあ、まずあれですよね、確かその感覚とか結構大事でしたよね。感覚、苗と苗の感覚。ああですね、植えたっていう決まりが、あ、まあ場所によるんですけど、うんうん、ここはでもヘクタール2000だけど、まあ、2500でやってるんですよ、はい、まあ一応ここの現場は2メーター間隔で置いて、ソーシャルディスタンス感覚で、はい、ソーシャルちょうどディスタンス、いやいや、もうずっと昔から2メーターだよ。いや、まあ、ちょうどこう2メーターぐらいのところに、じゃあまた今から植えられるということで、じゃちょっとぜひ一本お願いします。はい、もう普通に やればいいですか。そうですね、あ、はい、OK です。まあ、よく見ててください。はい、おー、なんか緊張しますね。あ、ちょっと固めてる感じだね、うん、はい、あ、これがさっき言った踏み固めるってやつね。はい、そう、まあ、うん、こんな感じですね。で最後になんか柄を乗せてやると乾燥防止になるっていう。あー、なるほど、やっぱ水分保水するのが重要っていうことなのかな。あ、うん、あと今ですね、こう、はい、サトルさんがこういうのを、はい、こう植えた周りに置いたのはです、ね、こう乾燥防止で。あ、痛い、これ飛びかした。すいません、トゲの上に。あ、今言ったよね、それ。手に刺さった、血が当たった。見事にめっちゃ焦げ刺さってるよ。めっちゃ刺さってる。保水ね、はい、保水っていうのかな。そうです、うんうん、保水だって枯れないように、枯れないようにね。じゃあタイさん、これ、はい、引っ張ってみてください。ちょっと上にこうムーンって下抜けるんで、ちょっと軽く上にもちゃんとピンチさんで反応しちゃうチェックします。抜けません。これは引っ張っても本当に、あ、本当だ。結構しっかり植わってるね、これ。いや、僕はしっかり植えといてあげるとやっぱり丈夫に育つというか、これがすぐスポンって抜けると、うんうん、やっぱこうすぐ倒れたりしちゃうので、うん、はい、あ、しっかり踏み固められたおかげで抜けませんでした、はい、ちゃんと植えてます。素晴らしい、ありがとうございます。ちなみにお名前は。お名前、あ、予作です。あれあれ、あのね、もうこんな顔だし。もう予作ですよ。もはや。もはや。今日ね、予作が行くコーナー第1回目にして、予作がもう一人増えたっていう。増えましたね、予作が。増えました。この調子で、予作を増やしていきたいと思います。一ついただけないのが、はいはい、林業女子たちから似合ってるって言われたのがですね。普段俺の顔どう思って見てるのかっていうのがちょっと、はい、そうですね。ちゃんと植わりました。はい、はいはい、ちょっと血が出てきた。じゃあ血が出てきた。ありがたい、ありがたいけど分かりづらかったんだよね、トゲの上で転げてるの。もう一回ちょっとやってもらっていい。しっかり生えてるやつが結構これ結構ガチめに痛いやつ。ガチめに痛いよこれ、めちゃめちゃ痛いよこれ、はい、もし、はい、植えて、はい、からしたり、うん、こう抜けたりしてたら50年間は最低謝りに来続けてくださいと言ってます。重っ。いや重っ。そのくらいの、うん、の気持ちで植えてるっていうことね、はい、で本当に抜けたりしたら、あ、もう50年、うん、2本抜けたら、はい、100年って言って、うわ、まあでもそれは苗としては嬉しいよね。そうですね、苗を育ててる人もいるからね。ですね、苗をね、はい、やっぱこれも苗を一生懸命作ってくださった方がいらっしゃってるからね、はい、そうだね、大事に。じゃあ
植えてください。はい、はい、いやもうでもですね、みんな50年後のアションかなとか言いながら、うんうん、よく談笑してますね、植えながら。50年後って言ったら翔くん何歳なの？53歳。え、80、今3歳ですか？今3歳ですか？あ、83歳。83歳。あ、もう引退してるのかな。いい、まだ元気でやってるから。バリバリ、はい。あ、本当、はい、握りとかいいですかね？握りね、あ、握り、はい、握り、だから苗って育った苗を植えるために持ってきた時ってもっと根っこ長いもんね、ビヨーンって。ふわふわ、物が上にあるんですけど、うん、このぐらいあるよ。あ、そんなに長いのね。すいません、ここぐらいです。解説の時ぐらいは本当のこと言ってもらっていいかな。すいません。で、うん、でもあんまり根、ね、根はちゃんとこういうふうに広げて植えてあげないといけないから、うんうん、あんまり長いとぐるぐるして植えづらいので、その分ちょっとカットしてあげます。カットで、基本的にこの根からの長さが15から17センチぐらい、うんうん、ちょっとこれ切りすぎかな。ちょっと切りすぎです。これもうちょっと、これは切りすぎ、これは切りすぎですけど、直根の部分から、うん、まあ、15から17センチぐらい残して、直根のね、はい、真ん中の直根の部分から10センチぐらい、はい、残して、それを、まあ、できるだけ広げて植えてあげたいなって、はい、で、まあ、根を切ってあげることによって、うん、もちろんちょっとその最初の成長は落ちるんですけど、うんうん、でもこれもなんかいろんな研究によると、まあ、1ヶ月ぐらいしてからは、うんうん、こう成長もまあだいぶ追いついてくると、うんうん、なるほど。まだ握りもやっぱやる時期とかもあるみたいで、なかなかちょっとその辺も勉強したいな、ね、はい、なんかいろんな考え方があるから何がね正しいのかって分かんないけど、深いっす、奥が深いね。なるほどね。まあでも握りしてちょっとコンパクトにして植えてあげることによって、そ、まあ、そのねじれとかが防げる部分もあるよ ね。あります、あります。綺麗に広がって、なるほど、ね、植わるので、うんうん、ということはこう穴掘るのもちょっと結構重要なのかね。いや綺麗にね、めっちゃ、ここまあまだ柔らかいんですけどね、うん、そうね、地面が硬い時もあるからね、大変です、石ばっかり、はい、そういうところにやっぱ植えていくのもまた大変だよね。ですね、もうそういう時はもう手がビリビリするんですけど、あ、思いっきりやっぱグッてね、こう掘る時、クワをクワで掘るんだけど、その時に石ヒットしたりするとね、すごいしびれちゃうもんね。はい、で絵が折れたりするもん、ね、折れますね。やっぱもうでも絵も動画も大事に扱ってあげて、はい、長持ちさせるのもやっぱ一つ、ちゃんと使う前は水につけといてとか、うちも道具はとにかく大事にっていうのはいつも言ってます。道具は大事に、はいはい、投げたりとかしたらもうその時は僕マジで怒ります。さすがにやっぱ道具に稼がせてもらってるし、はい、そこら辺は厳しく言ってますね。動画であれど、うん、はい、うんうん、とにかくクワは投げない、防具は投げない、大切に扱う。ね、あの一郎選手も名言を残してるように。あ、一郎の名言何ですか。何だったっけ。ちょっと待ってください。道具をきちんと管理してこそ一流みたいなやつが。それはもう僕もいつもちょっとはっきり覚えてないんですけど、ちょっとね、胸が、イチローはバット他人に絶対触らせないですね。おお、防湿庫というか、あの湿気も一定になるところにケースに入れて、もう自分しか触っちゃダメ。うーん、そこまで。クワは結構貸し借りするよね。そうで、まあ、分かりやすいようにみんなこう色で、テープの色で分けてて、まあ、一応マイトウガみたいな感じでは。あ、そうなんだ、はい、へえ。なるべくこう自分のものは自分でっていうようにはしてます。うーん、職人だね。いやでもやっぱそういうの大事にしないと結局その怪我とかにつながってくるしと思うんで。確かにそうだね、はい、やっぱ道具を乱暴に扱ったりするのはやっぱヒヤリハットの一個だと僕は思うんで。うーん、そういうとこからっていうのはいつも言ってます、うんうん、い
いやー、ちょっと勉強になりますね。いえいえいえ、もう、道具はですね、道具は大事に、はい、とか言ってこう今ナイフ振り回してましたけどごめんなさい間違ったね、オープニングっていうか、ショックが僕は持って走ってきたもんね。やばい、ふらーって僕はで殴りかかるような感じだったけど、あれは、はい、チャンネル向けにちょっとやってくれただけ で、ね、です。普段は道具大事にしてるんだよね。いや、普段はしてます。はい、はい、あんまいやいや言い過ぎてみんなに嫌われてるんですけど。あ、そうなんだ。嫌われ者のカバン持ちです。はあ、せっかく来たんだしさ、やってみなよ。ボヤキ君のやってみ、いいんすか、素人がそんなやって、はい、ちょっとやってみてください。マジですか。はい、さあ、元気くんが苗を植えます。まず苗を抜かして、できんのか、苗を抜かして、はい、こんぐらいで、はい、がガッといっていいですか。ガッと、はい、よいしょ。掛け声はいい。もうなんかスライドしなくていいです。こう、あ、スライドしなくていいですね。はい、スライドしたら、そうか、土なくなっちゃうんですね。ですね。そうだ。よいしょ。耕してるわけじゃないからね。これで、で、こんぐらいで、こんぐらいで、ここに、ここに、こう引きながら入れる。入れる。それを出す。奥に。はい、で、かぶせて。あ、ちょっと土かぶせて。あ、カール。絵で難しかったっすね。絵で固める。よいしょ。ほら、翔くんが言ってたでしょ、魂込めてやるんだって、はい、育てよって言って、ちゃんと言って育て。あ、っていうかこれ表とか裏とか大丈夫なんですか。あ、表と裏は本当ありました。そうですよね。いや、いいですよ、こっちに表やから。はい、いいです。たまたま良かった、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか。表をで、あとは周りの土をいっぱいかぶせて、はい、あ、トウガでいいです。あと、はい、トウガで、はい、ついついね、テディアちゃんね、トウガに使い慣れトウガ使い慣れてないからね。逆になんかやりづらいですね、これ。うん、でも慣れるんだよ、頑張って。もっといっぱいかぶせていいです。そうそう、もっといっぱい、はい、もうもっと。で、踏み固める。はい、で、引っ張りながら。あ、引っ張りながらですね。もうちょっと際をちょっと引っ張りながら。この地球に君はケツ抜けんじゃない引っ張っていくんだ。ちょっと引っ張ってみてください。抜けたらやり直しです。マジか。はい、軽くこの辺からです。はい、あ、結構固まってますか。結構、あ、大丈夫じゃないですか。チェックしてください。はい、あ、いい感じです。いい感じ。よっしゃ、こんな感じです。うぅ、ずっとします。これ繰り返すんですか。はい、でも全然地形によってさっきみたいに石あったり、はいはいはい、硬い土だったり柔らかかったり違うので。結構しんどいですね。腰が結構腰きますね。あの、1日何本ぐらい目標にしてるんですか、大体。1日1人300。300が目標。が目標です、ね、今の300回1日やるんだよ。実際こう300本以上多分植えてるんですよ。私たち2人入れて今日7人なんですけど、7人で2100本が目標なので、うん、2100本だよ。2人は置いてる係としてカウントされないから。そうか、300本以上植えてますね。だって1日2000本植えるって言ったらさ、1日で1ヘクタール分ぐらい植えちゃうっていうことだよね。そうですね、はい、分かったか。いや、ぶっちゃけその1ヘクタールがどんくらいの広さか全然イメージがつかないんですけど。100メーターかける100メーターです。ですよね。ですね。100メーターぐらい分かるんでしょう。メーターも 100m 走ったのも高校生。基準そこなんだね。他に基準あるんですか、 100m。 ないっちゃないけど。 100m って普段あんま意識しなくないですか。確かに。まだどんどんいつでも植えてください。どうす、今でも助かります。もう大丈夫です。大丈夫ですじゃねえよ。肉体労働あんまないです。今のはきつかったですか。今もだいぶ腰に来てます、マジか。みんなすごい、ね、すごいよ。皆さんお疲れ様です。本当に。ちょい、よさくさん、よさくさんも1本。ダメだったらポッてやっていいから。やってほしい。よさくだからね、木入れるのぐらいね、なんてことないですよ。よし、じゃあ行くよ。はい、やっぱね、ちゃんと最初ちょっとこれ避けてね。はい、これ左利きだからね。予作は左利きだから、ね、そっか、うん、
予策は気を植える。へいへいおー。へいへいおー。へいへいおー。よし。これで、はい。入ってやって。よし。最後に、これな、手で手でなくてな、こっちを被せて、柄も被せてと、それで50年後にはバッキーを迎えるという感じですかね。あ、チェックお願いします。チェックお願いします。吉坂さん、やっぱ手際いいですね。何年やってると思ってる。さすが、さすが。中学校卒業して俺ずっとこれだぞ。カリスマ強い。見たか。完璧に。見たか。早い、早いっすね。早いっすね。俺だってやろうと思えばな、300本ぐらい。おお。じゃ今日この後使ってあげてください。じゃあ俺もちょっと予定があるから。吉さんも忙しい、忙しい、いろ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 ありますね。いろいろいろありますね。ありがとうございました。ありがとうございます。仕事なはずなんですけど、みんな和気あいあいと楽しそうに仕事してたのがすごく印象的でしたね。年齢層も若い、平均年齢32歳とかですか。32歳。32歳だよ。これ林業現場ではね、すごいことだからね。木を、山を育てる、はい、山を、ね、その行為自体が素晴らしいな。あの林業を始めた頃のことを思い出したね今日は。まあ、その植え付けからスタートするって言ったけど、まあ言えば全部つながってんだよね。こう木を植え育て、丸太を生産して、でまたそこに硫黄の地を植えるっていう、そのサイクルの中、この何十年とか、まあもしかすると何百年とかいうサイクルの中でやるのが林業ですね。その中の植え付けっていうものを今日は株式会社ゆうきさんのところで見せてもらいましたよ。植え付けてみてどうだった？大変だった？めっちゃしんどかったです。この山を登って帰るのもめっちゃしんどいです。これ今そこね、はい、そこね。いや本当皆さんご苦労様です。本当に見てこの風景、いいよ。熊本市内ね、熊本市も一望できる。なんて素晴らしい環境でみんな仕事してんだろうね。そうっすね。なんかちょっと叫びたくなった俺。お、うん、叫びたくなった。叫びたくなった。どうぞ。いいかな。どうぞお願いします。ヘイヘイホヘイヘイホー。おお。山彦が帰ってきて。綺麗な山彦が。綺麗な山彦が。ありがたいね。ありがとう。
まあ今日大会予作が行くでしたけど、次はあなたの現場に予作が来るかもしれません。お楽しみに。